皆さんこんにちは、サチです。今日は私の好きなファンデーションを使ってメイクしていきます。プロモーション表記がねついてますけれども、この今日紹介するファンデはもう私普通にプライベートでもずっと使ってるものになります。そのニードルの入ったものって何だったんだろうっていうことで使ってみようということでね、最初はねそのプロモーションから始まった出会いでしたけれど も今ではすっかり自分でね購入してまで使うものになっております。もともと私シミとかねそばかすとか結構あるタイプで、まあ、子供の頃からね NNE のファンデはカラーコントロールが入ってるから結構肌の色を整えてくれます。ピンク色のコントロールカラーと紫色のコントロールカラーが入ってて、私は紫色のねコントロールカラーが入ってるものがすごく好きでずっとリピしてます。もう何個目？かなりじゃない？もう5、6個？いやもっとか、もっとだな。もうかなりリピしてます。でこの NNE はね日焼け止めの効果もありますので、もうすぐ秋だと言いましてもまだまだね紫外線も強いですから、まあ年中気をつける必要があるよね結局ね。というわけで私は自分で普通にプライベートでもめちゃくちゃリピしまくってる NNE のブラインディングファンデーションを使ってメイクします。最近またインスタとかさ SNS で結構またね見かけるようになってて、やっぱり注目度が高いファンデーションになりますね。特に何これみたいな、びっくりみたいなことでバズるパターンと、あめっちゃいいやんっていう形でどんどんバズっていくっていうものがあると思うんだよね。まあバズるには必ず理由があって、実際に使ってみてめちゃくちゃ良くてリピ買いしてる人がね続出みたいなことでバズるパターンもある。で NNE の場合は後者の方ですね。私のインスタとか X とかにもね、私の動画を見てから怖いと思ってたけど使い始めてハマったっていう人も結構いて、紹介してよかったです。こんな風にね削り出すタイプなのよねこのファンデが。まあ、バームファンデ自体がさパフとかについたねホコリとかがつきやすいファンデーションじゃん。パウダーとかと比べて汚れやすいのよね正直ね。だけどこういう風にね削り出すことで常に新しい状態、新鮮な状態のものが出てくるからすっごく衛生的。一回つけるじゃん、で肌についたものをもう一回つけてってなるとどうしてもね気になる人はもうかなりね気になってくると思うんですけど、そういうところでこれがめちゃくちゃ安心ですね。やっぱりそのお声がすごく多かったです。ダイヤルを回していくと出てくるの、こんな風にね、こんな風に出てきます。で少量でね結構伸びるから、まあ、こんなもんで十分です。まあ、私はね皆さんに見せるためにかなり多めに出してるんだけど、いつもでねここの部分でこう混ぜ合わせてねパレットのように使って美容液を混ぜて自分でカスタムしてもいいし、ここを上手にね使うといいと思います。ニードルが入ってるって言ってるけど、もうザクザク針が刺さって痛いみたいなそんなんじゃないからすごく安心して使える。なんとなくぼやーっとした印象の私の顔もうなんかねキュッと引き締まったような感じの仕上がりになるのがお気に入りです。まあ、もちろん整形してるわけじゃないから一時的なねものではあるんだけど、それでも嬉しいなと思ってる私はね。上がるように上がるようにイメージしてキュッとね、すごキュッとなってきたよね。さっきまでの私のぼんやり感がだいぶ違うと思わない？ほんの少しピリッと感はあるかなっていうのはもちろんあります。これは個人差やと思う。全然感じないよっていう人もいるし、私みたいにちょっとピリッと感はあるな確かにぐらいの人もいる。めちゃくちゃ痛いっていう人はね聞いたことないまだ。すごいと思わない？すごいと思わない？ほんまに
ありがとうねって思ってる、いつも。急いでる時とかも、もう下地が入ってるっていう段階でかなり時短になると思うから、いろいろ重ねてってする必要がないからさ、まあ、重ねたい人は重ねたらいいと思うんだけど、これ一個でさ、こと足りちゃうじゃん。最高いいやんけ。二色あって、最初は結構使い分けしたりしてたんやけど、やっぱりだんだん自分の好きな方だけになってきて、今はね、もう紫色の方ばっかりですね。うん。うん。いい感じです。今日私ちょっと出かけなあかん用事があって、いつもこの NNE をね、使った後、メイクのね、崩れ、どれぐらいですかって、どれぐらいの感じでね、持つのか、まあ、崩れるとしたらどれぐらい崩れるのかっていうのを見たいっていう人が結構いたから、今日お出かけするからさ、帰ってきた後ね、どんな感じになってるかをね、皆さんに見せたいと思います。まず一旦メイクを仕上げていきましょう。まあ、そうだよね。このなんか、ピッとね、張ったような感じの、キリッとなったような印象になるけれどもさ、これがどれぐらい続くのかとかもね、もちろん全部ね、何でもかんでもそうなんやけど、もう個人差は絶対にあるはずなんよ。その肌のコンディションにもよるやろうし、その人のね、肌がどんな感じなのかにもよると思うから、一概にね、何もかも言えるわけではないんだけど、まあ、私の場合はこんな感じっていう風にね、見てもらえたらなと思ってます。と今日はね、買い物も行かなあかんし、区役所でちょっとね、取りに行かなあかん書類なんかもあるから、なんやかんやバタバタするよね、今日ね。なので、撮影のね、お仕事があるっていうわけじゃないから、そんなね、バッキバキのフルメイクにする必要はないんだけど、やっぱ一応ね、お肌のね、感じがどんな感じかもみんなには見てもらいたいので、今日はメイクをして、お出かけして、夕方ね、もうどんな感じなんかっつうのを見てもらえたらなと思いながら、メイクをしていて、そろそろ行かなあかんちゃうかな。一応リップもしていきたいです。まだめっちゃ暑いからすごい汗はかくと思うね、まだ。かなりね。粉を乗せさせて。この辺は粉しないでいきたいと思います。でもチークしたい、チーク。乗せすぎた。乗せすぎた、乗せすぎた。乗せすぎました。そうそう。そして、NNE からね、キープミスト出てるのよ。もう、ちょっと私も使ってるんやけど、これね。だけど、ちょっと今日は、そのファンデ自体の持ちを見なきゃいけないから、このキープミストをするとちょっとわかんないよね。わかんないから、ちょっと今日はキープミストしないんですけど、これもね、すっごい良かった。めっちゃおすすめ。はい、というわけで、お出かけしていきたいと思います。はい、帰宅しました。というわけで、今現在夕方の6時過ぎなんですけど、今日朝メイクしたのが朝のね、ちょうど10時頃だったので、約7、8時間経過しました。うん、こんな感じです。ちょっと汗もかいたのでね、若干メイク落ち気味でございますけれども。まあでも言うて、肌の状態もすごく化粧持ちが良かったと思います。キープミストとかもせずにね、パウダーもせずって感じなので、なかなかいいんじゃないの？ねえ、かなり汗かいたりとか、まあね、途中ちょっとお茶したりなんかもしたので、かなりボロボロかなと思ったけど、そんなこともなく、うん、いい感じでね、キープしてくれました。はい。はい、というわけでですね、今日私が使ったのは、こちらですね。NNE のグラインディングファンデーションでございます。まあね、このキュッとする感じもね、私のお気に入りのところでございますので、ぜひぜひ皆さん使ってみてください。サチサチチャンネル限定のね、1000円オフクーポンがついております。単品購入だと7980円が6980円に、お得な定期だと5980円が4980円で購入できます。ぜひぜひこのチャンスをお見逃しなく、詳しくはね、概要欄に貼っておきますので、チェックしてみてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。眉毛ちょっと落ちたかな。そうだね。すギョい。